おはこんばんちは、すき家だよ。気がつけば2012年も、もう12月だね。12月といえば、ビッグイベントの一つとして、苦しみま、あ、間違えた、クリスマスがあるね。ウルティマオンライン、水穂シャードにもクリスマスな風が舞い込んできたよ。チャットにて、ルナでクリスマスの飾り付けしてるって、教えてもらってすっ飛んできました。そしたら、かわいいツリーが、おお、ナイスクリスマス。うさぎかわいい。しまった、すっ飛んできたはいいけど、飾り付けに使えそうな、アイテムを何も持っていない。持ちに行ってこなければ、セキュアの中にクリプレ系とか割とあるし、そういうのでいいのかな？それとも、ツリーの飾り付けで、宝石とか細々したものがいいのかな？モアイ、だと？いや、いやいやいや、モアイはクリスマスには、え？モアイ？みずほ、モアイだらけなクリスマス？やめたげてよー、モアイ、やめたげてよー、かわいくないよー。ぬお、EM の猫又さんが現れた。そして怒られた。モアイダメだと、怒られた。わら。サンタキター相変わらずでけえ。うちには飾るところなくて、もらってからゴミ箱行きになったやつだ。小さいのにすればよかったーってなったやつだ。いろいろ持ってきたけど、とりあえず、雪だるまを左右に飾ってみたよ。どや？って、あれ？いつの間にか、EM さんが増えている、増殖している。飾り付けスピードアップのため、EM 美咲さんにヘルプ、入りました。現在、深夜3時過ぎです。眠いです。
り左右対称のシンメトリーって、いいよね。和風だと崩した方が風情が出ることがあるけど、こういうのだと左右対称が好みな私。しかし残念なのが、飾り付けで、あんまり上の方にすると、2階に突き出ちゃうから、それを避けると、微妙な位置にしか設置できないことだね。内装やっている時もそのジレンマによく陥るよ。サンタにはグリプレ箱がよく似合うね。せっせこせっせこ、飾り付け、時の経つのを忘れての飾り付け、四苦八苦な飾り付け。深夜にこっそり飾り付け、オーク、ラマ、ニワトリ、人間、エルフにガーゴイル、EM さん、みんなで飾り付け。サンタクロースに、お願いだ。良い子にしてるよ。お願い聞いて。
桁がおかしい。わらわら。そうなのです。みずほにも、やっとこさ、EM さんが来てくれる。嬉しい。出張 EM さんたちにももちろん感謝感激やめあられだけれども、やっぱり専属さんがいないの。寂しかったんだ。どう見てもマフィンではありません。綿菓子です。巨大綿菓子、もしくは、毛玉です。ここに、巨大マフィンを置こうってことになったのですが、うまいこと丸いのがなかったんや。だそうで、ないなら仕方ないよね。うん。何にしようかなぁ。って考えた後、よし、僕、いやリスペクトで、トナカイに決定した模様。なんと、予想外の、驚きの白さ。トナカイ、驚きの白さで登場です。かわいいです。ゆきちゃんと名付けたいくらいかわいいです。いや、中の人などいないのです。大事なことなので2回言ってみました。トナカイの餌は、マフィンですか？召喚された彼女たちは、EM さんの魔法によって、雪のように白いトナカイへと変身させられてしまったのです。魔法を解くには彼女たちの、ハートを射止め、熱いキスを、なんてな。トナカイは固定なのか、動き回ると邪魔だからかな。サンタさんの圧倒的な存在感、パネイス。通行障害にならなきゃいいのにね、サンタさん。あれ？歩けるぞ？あ、浮いてる、サンタ浮いてる。さすが、ナイスな仕事をなさります、みさきさんと猫又さん。
トナカイに餌をと思ったけど、なぜ私は、ターキーを与えてしまったのだろうか。深夜の精神は、よくわからないことを実行してしまうね。むむむ、踏んづけられてしまうな。まあいいか。謎の食事を、謎の食事を持ってくればよかったんや。何してんだ私、畜生。でもまあ、細かいことは、気にしない、気にしない、気にしちゃいけませんのよ。多くマスクをくちゃくちゃすると仲いい。怖い、怖いよー。しかし、鶏は、ターキーを与えようとして、多くは、多くマスクをあげようとして、ふふふ。私を飾ってくれるの？クリスマス期間中オブジェとして？おお？見て見て、ブレイメンの音楽隊だよ。ちょっとメンバー違うとかそういうことは、気にしない。寂しい気もするけど、あんまりごちゃごちゃ飾ると、超重力にて銀行が使い物にならないので、これくらいが限界だそうで、完成、かな？